ありがとうございます。しっかり調整して、いやもう調整しすぎぐらいしました。前回それが本当にいい具合に出て、そうですね、やっぱり負けたくなかったんで、うん、まあ、やれることだけやっとこうと思ってですね、うん、はい。本当に今日のレースで結果が出したっていうのはもう、いやもう最高でした、うん、まさか1着取れると思ってなかった、たぶん9スポーンでは山田秀子取りました。あのちゃんとあの3000円が4万4000円になる条件を書いてます。最高ですそうですね、うん、まあ、でまあ組み立て含めても余裕はまあちょっと後方になってたんですけど、まあやっぱり中段からの組み立て、うん、からの仕掛けっていうのを考えてて、うん、やっぱり番手が村上さんなんで、うん、結構難しかったんですよね、うん、だからその郡司君と三谷君の仕掛けで、はい、うん、僕がどう動くかっていうのをすごい考えて、うん、まあ、なるべく悟空の出番が来るような感じの組み立てを、うん、考えてはいたんですよね。まあその通りになったんで、うん、やり合って、はい、あとはもう僕がまくってしっかり一着取って結果が出たっていう感じです。どの数切ると思いました？あそこ、まあその場所とかタイミングでは叩くとは思いました。ただある程度のところではまあ腹くくるかなと思ったんで、うん、そういうのを踏まえて走らないと僕は8番で後手になるし、うん、まあそういうのも考えてましたね、うん、はい。いや準決楽しみですよね。いやもう一回リベンジしたいです。うん、熱いの見せてもらいますよ。頑張ります。よかった。はい、ありがとうございます。